ばんは。ごめんね、変なとこに入っちゃった。こんばんは。こんばんは。みんな、充電が危ない、挨拶がない、あ、よし、皆さんこんばんは、やっほー、みんな元気ですか？何してたの今日は？土曜日お休みの方が多いかな。ありがとうございました、公演ね、昨日みんなどうだった？昨日の定点見てくれたかな。定点じゃなくても昨日の公演見たよって方いますか？だけメイク直ししてるけど、みんな見てくれましたか？どうでしたか？よいしょ。あ、当たり、ありがとう。はい、失敗ありがとう。なんか前髪が伸びて、転生を見れて我が人生に悔いなしです。めっちゃ面白い。本当悔いない、もう早いね、まだ大丈夫、もうまだ今3年目2年目3年目とかなんだけど、もう悔いない感じ。そうそうね、話したいことがいっぱいあるんですよね。なんかいろいろありすぎて、すごいなんか盛りだくさん喋れる内容が、ちょっと何から喋ろうかな。何から喋ろうかな、何から喋ろう、いっぱいあるよね。あ、そう、あのインスタのストーリーとかタグ付けしてもらってるやつは見てます。あの消えちゃったら見れない、なんていうの、私 DM が見れないから、みんなからの、まあ、送れないから、みんながあのすぐ見ないと見れないこと多いんですけど、タグ付けしてもらってるやつとかありがとう。そうですね、サイン会とんオンライン特典会、皆さんどうでしたか？なんかありがたいことに、あの落選
しちゃったっていうのを見てた、見たのでどうだったのかなって思って、私はすごく嬉しいんです本当に。でもゲットできないよって方もいると思うんですけどね、なんか10枚、なみんな何枚応募してくれたんだ、慰めてありがとう、応募してくれてこんなに星なっちゃってる、こんなにすると思わなかった、落選かな、すると思わなかった。どんな感じなんだろう、全く分かんないからさ、みんな教えて状況を、分かんないけど落選しちゃったよっていうのを見たので、ありがとうみんな、本当に応募してくれた方みんな待っててね。落選祭りだった、本当そんなに当選しなかった人もいるみたい、本当にありがとうございます、嬉しいです。私は私はね認知も何もないのに応募しちゃって申し訳ない、そんなことないよ、ありがとうね、いっぱい書くよ、いっぱい書くね、後悔したくないので幕張公演次のシングルと会いに行きますお待ちしてます全力くるみ推しでよろしくお願いしますそうだね、チェキ会初めてだもんね、くるみも楽しみ、その場でチェキは取るのかな、確かクーラー起動楽しみだよね、嬉しい、チェキみんな好き、私も好きだし、みんなも多分好きな方多いから嬉しい。なんかさあみたいなあるじゃんだから今回もチェキあるけど、抽選会にもでも種類ちょっと違うもんね、から嬉しいですね抽選1枚当たったんだ、ありがとう、当ててくれて、出てほしいの回せるように頑張るね、人差し指に力を込めてありがとうございます、覚えてくれて、また次の機会があったら、またその次の次の機会もあればぜひゲットしてください、よろしくお願いしますアイスいっぱいありがとうそしてなんと言っても星に内緒で応募していい、もちろんもちろんだよくるみに会いたいと思ってくださった方みんな会いに来てくださいそして皆さん、なんと言ってもお名前が決まりました、ついにみんなに発表できた、みんなラジオ聞いてくださいましたか、あミラボールだ、ありがとう、イエーイ、あくまちゃんがいる、タワかな、ありがとう、ありがとうございます、ちょっと後でもう一回流れてきたら言いますね、ありがとうミラーボール、皆さんラジオ聞いてくださいましたか、聞いてくださった方ありがとうございます、お名前はミミフィーユに決定しまして、ミミっていうのはフランス語でとミミ可愛くないで、ケーキのミルフィーユにかけて7人で重なって力を合わせて頑張ろうということで、7人重なり合ってっていう意味のミミフィーユです、皆さんミミフィーユちゃんよろしくお願いします、かわいいお名前かわいくない、イエーイ、ありがとう、ミラーボールミラーボールありがとうございます、
ね、耳フィーユいっぱい、どうなった絵本かちょっと楽しみですね。みんないっぱい可愛がってね耳フィーユいっぱい可愛がってね。耳フィーユのくるみも楽しみにしててねいっぱい愛してください。そう、あとね CBC の夏祭りの当落も出てたみたいで、もう来週だよちょうど1週間後、楽しみだね。そしてそして今週は、前配信したのいつだろう、私手綱でウィンブルドンをさせていただいて、声出していこうぜでキラスキをさせていただいて、そして昨日転生をさせていただいて、もう本当にあの大好きな可愛いあのをさ作さをさせていただいた1週間でした。ウィンブルドンはもともとあの日はあそこをするって決まってたので、新ポジ新しくずっと青だったので初ピンク嬉しかった。キラスキはココナさんのアンダーです。転生はエナさんのアンダー。あ、いちごありがとう、ピンクだそうだから今週はすごい ありがとうもうザ・アイドルって良かったです。緊張したけどめっちゃ緊張しためっちゃ緊張したよ。でも楽しかったし、みんなが褒めてくれたから大丈夫ですもう大丈夫です。ね、ファンの皆さんがなんていうの、ファンネームとかはまだ何もわからないけど、ミミフィーユですはっきり言わないとね、ミミフィーユでも意外と言える。ね、どんな楽曲ね、楽曲楽しみね、楽しみだよね。さあどんな、私もわからないけどどんな感じに なるのか(笑)アイスいっぱいありがとう。でも CBC ってその近い席とかが当落出るけど見に来れる？確か来れない？来れるよね、あれ来れないんだっけ、どっちだっけ、無料席とかないのかな、あれないのかな、わかんないけど、見に来てもいいやつ。そう、かわいいユニットいっぱいの嬉しかったですね。似合ってるかわかんなかったですけど大丈夫、どうでしたか、皆さん可愛かったですかゆうくるみは楽しかったですよ。そうそうそう、あと S はユニットしたことなくて、私もう全部研究生昇格して出たっけ、出たね、あれ出たっけ、出たよね、スクランブルだった私、いや出た、あ待って、嵐した、
ね、バキバキかもしれないよ。ミミフィーユね。あ、立ち見可能ですですって。ちょっと遠くなるのかな。でもぜひ。前方が有料、後ろ側は無料抽選だそうです。待ってるね。雨が降らないことを皆さん願っててください。似合ってた、嬉しい、よかった、ありがとう。あ、バニラありがとう。でも嵐スクランブルだったから昇格してから名前には載ってないんだよね。多分乗ったのかな。いや乗ってない気がする。ねえ、台風とかね、東京の方が今降ってる。あー体調早く治りますように。大丈夫かな。体調ね、クーラーとかで崩しやすい時期かな今。早く治りますように。くるみのことポストしたらなぜかみゆさんがいいねしてくれて笑いました。えー嬉しい。みゆさん最近お会いしてないです。あのティーンズのミミフィーユのラジオ収録、いや前回みゆさんいなかったですもんね。あれ前々回かな。なかなかお会いできてないで寂しいです。聞くことではないと思うけど、初めましての時は名乗った方がいいよね。あの名乗りたくないっていう方も中にはいるので、名乗りたくないなと思ったら全然いいんです、大丈夫なんですけど、ぜひ名乗ってください。誰々だよって教えてくれると嬉しいです。嬉しい、楽しみにしてるね、ありがとう。さんじゃないでクルミの名前が一緒。あら、レオナさんとカイニアさんとナッキーさんですか。なんだろうね、東京がね雨だよね確か。最初皆さん K2 最高列でしたが楽しかったよ、ありがとう。楽しかったね K2 の公演、めっちゃかっこいい曲とかも多くて新鮮で楽しかった、好きです、あの公演。そうラジオ収録めっちゃ朝早くて朝早いって誰か言ってたよね。朝早かった、頑張ったよ早起き。もうどこでもかしこでも名乗っちゃってください、待ってます。では次回名乗ります。あ、はいはい、ぜひ名乗ってください。覚えてるけどね。こんばんは、こんばんは、やっほー。
あ、アイドルアカデミー早速プレイしてありがとう。ピプミーね、皆さんもう見てくださいましたか？ピプミーは皆さんもやってくれた方いるかな。もうアプリもダウンロードできるようになってるので、皆さんぜひやってみてください。クリームも入れた、ダウンロードした。そう、なんかね、やっぱりそのショールームでいっぱいお名前見てたりとか、メールの返信も全部見てるし、なんインスタとかツイートとか、なんかそういう画面越しにお名前をたくさん見てる方は特に覚えやすくて、お会いした時にあ、この方だってなれるから、いっぱいSNS のコメントとかメールのお返事とかでお名前を一致させてるくださってる方は、そういうのでいっぱい見てると、私が全部見てるので、 いっぱい見てるとお名前覚えてるし、会った時に誰々ですって言ってもらったら、あ、誰々さんってなれるので、ぜひコメントとかでもいっぱいお待ちしてます。本当にめっちゃ覚えれる、これがもう本当に覚えれる。あとは何回も何回も会いに来てくださる方ももちろん覚えてるし、劇場とかで毎回サイリウム振ってくださってる方とかも、劇場のさ、お見送りでなかなかお名前伝えるの多分難しい一瞬だからね。だから会った時にお名前教えてくれたりすると分かりやすいです。覚えて、そう、ああコメントも待ってますし、いっぱい会いに来てくださいね。なんかそういう時にそれこそサイン会とかも私結構書く方、書くタイプ、お話ししてたりとかすると、書くことがいっぱいできて、すごいいろいろ書けるので、お手紙みたいにしてみんなに届くと思うのである意味お手紙なので、私のサインなので、皆さんお楽しみに。時間がないってね、めっちゃかっこいい曲もあるし、アンコールかわいいし、なんかあるんだけど、なんかハートブレイカーズとか結構さ、いいとかではない感じじゃないですか。新鮮。名乗ります、名乗ります。ぜひもう皆さんぜひ名乗ってください。お、初日にくるみちゃんのカード出たよ。ピプミンありがとう。あるので、ぜひみんなのプロフィールも見れるよね。ピプミくるみの好きなタイプ書いてたよ。みんな見てくれた？くるみのカード出てこない、全然出ない。くるみもね、あみさんが出ました。1回目は3じゃないよ。でくるみちゃんの話がちょくちょく出てきます。え、どんなお話の流れのくるみ、くるみ。え、なんだろう、気になるな、教えて誰か。え、待って、アイドルアカデミーもみゆさんがくるみのレベル8にしたって言ってた。え、待って、嬉しい。本当？嬉しい。コメント大事なんですね。コメントとかめっちゃ見るから、めっちゃ
覚えやすい。しれっと全部見てるの草。いや見てるよそりゃ、全部見てるよいいのも悪いのも全部見てるからね。でもなんかくるみのファンの方みんな優しいからあんまりない。ありがとうみんないつもいっぱい可愛いで埋めてね。ね、嬉しい。メール取ったのに返信とかリプとかたくさんします。嬉しい、待ってるね。大学組のメールつい始めた。ありがとう、嬉しい。そう、最近 X のコメントいいね。あ、そう、生駒さん上遊園地に行ったリール動画をあげ、めっちゃ素のくるみがめっちゃ楽しんでるくるみが見れると思います。見てね。名札つけていきますね。おー嬉しい名札つけてきて。アイスありがとう、ハートもありがとう、だるまもありがとう。サイン欲しかった、ありがとう、覚えしてくれて トップが好き。オーバーザトップいいよね、かっこいい。お、前回外れたけど今回サイン当たりました、ありがとう。よかったよかった、無事届いてよかったです。どうですかお誕生日メールくるみお誕生日メールは毎年結構こだわってるので皆さんお楽しみに。お誕生日まだの方はふふふ全然困らないよ、書く内容はみんなとの思い出でいっぱい書きます。サイン会楽しみ、もう言うてもうちょっとだからサイン会もハートありがとう。なんか好きなタイプっていうか、なんか好きなタイプというよりかはなんかそうですね、なんかくるみはあの片思いが苦手なので、片思いっていうかくるみのことを好きって言ってくれた方が好きだからファンの皆さんが好きっていう感じ。もう本当にくるみのことを好きって言ってもらわないとくるみは好きになれないので、皆さんくるみのことを好きでいてください、よろしくお願いしますじゃないと私頑張れないのでよろしくお願いします。お、昨日お誕生日メールが届きました、おめでとうおめでとうおめでとう。そう、ワニマニパニックね、あれなんか手でやっていいの、あれってめちゃめちゃダメだと思ってめっちゃ頑張ってたんだけど絶対間に合わないそう、ピプミーね、そう、いろいろあるんですいろいろあるんですよ、そうなんです投票もありますし、X の投稿のいいねとコメントリプコメントと引用リツイートとリツイート2個分かれてるので、リツイートもするし引用もしたり、なんかあの反応が多ければ多いほど、まあ一番反応が多かった方がキービジュアルのセンターかなとかもあるので、あの皆さんぜひハートもしてコメントもしてリツイートもして引用リツイートもしてくださると嬉しいです、よろしくお願いします。頑張れることはみんなと一緒に頑張りたいので、全部無料なのでね、いいねもリツイートもコメントも引用リツイートも、はい、さあぜひよろしくお願いします
もまだ28まで確か。ね、他の方の誕生日メール、誕生日おめでとうメールがどんな感じか全くわからないんですけど、くるみのお誕生日メールはくるみなりにはこだわってるつもり。だからみんなお誕生日楽しみにしててね、みんなのお誕生日お楽しみに受け取ってね。みんなが好きって書いてる、ありがとうみんなからの、みんながいなかったら私頑張れないのでよろしくお願いします。あ、リアタイできない、全然大丈夫ですよ、多分残ると思います、それ見てね頑張ってねお仕事。あ、そう、アミさんのジョッキ見た、みんなあのくるみがコメントしてたやつあれです、私が自己紹介 MC で言ってたやつ、想像より大きかったかな そう、ここにね私ほくろがあるの、どっちだっけ、こっちだしてもいいですか、もちろん嬉しい、ありがとう、投票してね。お、引用についてまだやってなかった、ぜひ。あの少しでも頑張ることは頑張りたいので、皆さんぜひ嬉しい、まだ半年以上先、お誕生日、まあ、半年お楽しみにあ、待って、もう一匹立っている、ありがとう、待って、どこだろう、え、そうだよね、想像以上に大きいよね、絶対ジョッキそうだよね、めっちゃ大きいんですよあれ、え、本当にあのサイズ、なんかねめっちゃ大きかった、すごく大きかった本当にかわいい、ありがとうくまちゃん、ミントだ、次チョコミントだ、ありがとう、記念撮影しとこう、ありがとう。 あとさ、もう一個みんなに聞きたいことがあって、あの今度っていうか、またあのインスタとかに、うん、あの質問箱とかで聞こうと思ってたんですけど、あのみんなって私がしてる髪型で何が一番好きめっちゃ気になって、最近なんかいろいろしてみてるけど、私って一番何がいいんだろうと思って、なんか分かんなくなっちゃって最近。もう逆にもうストレートがいいのか、何やった私、ポニーテールしたし、ツインテールしたし、サイドポニーもしたし、三つ編みもしたし、片方の三つ編みもしたし、なんかエルサみたいなお団子もしたし、2つ、あ、1個してない、クラゲもしたし、ハーフアップもしたし、ハーフツインもしたし、なんかみんな何が一番くるみの髪の毛で何が好き、それかくるみこの髪の毛めっちゃ似合ってるねみたいなのって何なんだろう、教えてほしいなと思って、
みんな違ってみない？ストレートるし、めっちゃ難問、めっちゃ難問。投票してみたら、確かに投票してみようかな、気になるからでもどうしよう投票しようかな、一旦みんなの聞こう。なんだかんだストレート、高めツイン、ツインテール三つ編み、ストレート、ポニーテール、猫耳、あ、猫耳した、猫耳ね。片方の三つ編みかストレートかな、全部全部ありがとう。似合ってたのは高めツイン、高いツイン多いね、みんな好き、ツインテール、三つ編み、三つ編み、サイドポニー、ストレートは絶対、お団子、三つ編み、ツイン、あ、三つ編みツインね、ツインして三つ編みしてたやつね。忖度なしにどれも好き、ストレートで少し先だけ少し巻いてるのが好き、あ、花火もした花火したみんな何が好き、くるみの髪の毛1個、あ、じゃあくるみがやってて好きなやつとくるみに似合うやつ教えて、欲しいなと思って、みんなの意見が知りたい。あー、カチューシャね、カチューシャー、あ、じゃあありで、もう全部あり。CBC ラジオとかもどうしよう、私何してるかな、何しようかな、髪型三つ編み似合うと思う、三つ編み似合う、本当、二つの三つ編み、でも私よく一個の三つ編みするんですよね、三つ編み、編み込みするんだよね。ツインテールで巻いてるのが一番可愛い、なんかツインテールが好きな人多い、ツインテールが好きなのかくるみがのツインテールが好きなのかどっちだろう、でもツインテールって可愛いよね、わかる、くるみも好き幕張のポニーテールの写真山ほどください、了解三つ編み、アプロ、アプロ、アプロ、アフロ、アフロはちょっとしたことないなカチューシャも似合うんだよね、カチューシャね、ハーフアップ、クマ耳、花火、花火かいう形、あ、ありがとうございますあ、リンゴヘア、あ、リンゴもした、リンゴした、リンゴ、何しようかな、 CBC とか劇場も結構悩むようになっちゃった、私今日何しよっかなーって悩むようになっちゃった。メイクさんにしてもらうよクラゲかわいいよね、クラゲ、あの本当に夏コンの名古屋公演クラゲ揃ったのすごいと思う、なかなか揃わないよね、話し合いしてお揃いにしたわけじゃないクラゲヘアがすごすぎてびっくりした、おでこ出し、おでこ出しね、したことないよね公園とかで、確かにだよ、クラゲしてくださいって言うんだよエビフライ、エビフライ一回だけしたことあるよね、私三つ編みっていつの三つ編みだろう、ピブミーの三つ編みか、私がインスタに上げてる
本気で悩んでるの伝わるかな。めっちゃ悩んでるのだから、めっちゃみんなちょっと付き合わせて申し訳ないけど、ちょっと教えてほしい。いつの三つ編みが良かった？セント君でどうでした？セント君、セント君、鹿？あ、猫耳して鹿？作ってもらえるのかな？作ってもらえるのかなってめっちゃ本気のトーンで言っちゃった。やらなさそうだけど。できるのかな。え、特会は見つめるだけの方はいます。大丈夫です。見つめましょう、 見つめ合いましょう。全然大喜利じゃないです。私と本気の悩み、めっちゃ本気の悩み。編み込んでたら可愛いってことかな。どうしよう、何しようかな。月曜日の公演何しようかな。そう、なんかさ、勝負髪型欲しくない？もう大切なお仕事の時はこれするみたいな。それも欲しいよね。うえ、クマちゃん増えた。ありがとう。すごい、なんか今日タワーが3つもある。すごい、ありがとう。よしよし、みんなよしよし、ありがとう。タワー、タワー、ありがとう。勝負髪型欲しい。え、地元の花火だったの？ストーリー載せてメンションしてもいい？見てほしい。見る見る見る。メンションして。いいな。手持ち花火がしたいんです。手持ち花火がしたくて、めっちゃ。なんだっけ？お線香じゃなくて。なんだっけ？線香花火。線香花火したい。高見ツインが勝負髪型だと思ってた。セーラームーンしたことないですよね。なんでお線香出てきたんだろう。じゃあ私がいつの間にか髪型が固定されたら、あ、これお気に入りなんだなって思っててください。多分でもまだ悩んでると思う。何がいいかなって、何がいいかな。勝負髪型、私セーラームーン見たことないんです。何かな、お団子踊りやすかった。あとはストレート、ストレートに下ろしてるやつはめっちゃもうなんか慣れてるからさ。なんかハーフツインもハーフアップもなんだけど、慣れてるからめっちゃ踊りやすくて、なんかポニーテールとかまでしてるとまだなんか変な感じするんですよね。悩む。そう、最近はツインテールにハマって、あんまいい公演とかではあんましないんだけど、
ツインテール最近多いのはハマってるから知ってるだよね。あ、次のシングルからくるみ本気出して出すくんだよって会いに来てくれるの？ありがとう、待ってるね。そう、お団子って涼しいし攻撃されないしめっちゃいいしかも可愛いじゃないですか、お団子って。お団子めっちゃ好き。ショートにすることはないと思うけどな、私どうなんだろう。まだしたいとしようとは思ってないですねあ、ストレートね、ツイン。くまさんヘア好き。くまさんヘアね、一回やったよね。あれはみゆさんのリクエストでしました。どうだった？くまさんヘアどうだった？クマ可愛かった？本当？別れのツーショットの時の髪が可愛かった。ツーショット、ツーショット、ツイン、私ツインと何したっけ。お団子かな、お団子してた。私下でお団子してた2個あれ何したっけ。え埋もれてるけどお城がいる、もしかして。え、ありがとう。今日お誕生日かな、私。みんなお誕生日お祝いしてくれしてねありがとう、たまありがとう、ありがとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアクルミありがとう。今日はくるみの日だこれずらせないのかな、くまちゃん。ずらせないか歌っちゃった自分で。今日誕生日だと思う。あ、確かにミミフィーユの誕生日、確かに今日じゃないけど、ミミフィーユの誕生日っていつなんだろう。次のシングル？あ、はい、私9月3日生まれです。あの初見さん、ぜひ9月3日お誕生日おめでとうってみの、あのおめでとうって言ってくれ、言ってねではでは、もうこんな時間になりましたね。早かったですね今日も。よし、ではではでは、ランキングを読もうかなと思います別れで言いますね。あ、別れで、あ、よろしくお願いします。おめでとうって言ってください。はい、よろしくお願いします自分8月12日です。あ、もうちょっとですね。おめでとうございます。フライングおめでとうですではでは、え、すごい盛り上がりとか1万3000もある、すごい、すごすぎる。ではでは、ちょっともう時間がなくなってきたので一旦ちょっとランキングを読ませていただきますね。いきます。13位スランプくん、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして12位てつやさん、ありがとうございます。12位おめでとう、ありがとうございます。
ありがとう、ありがとうございます。そして11位イストワンさん、ありがとうございます。11位おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そして10位大吉さん、ありがとうございます。10位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして9位岩尾さん、ありがとうございます。9位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。8位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。そして7位サシスセソさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。そして6位アンキューさん、ありがとうございます。アンキューさん6位おめでとう、ありがとうございます。変わった、あ、変わってなかった。6位ありがとうありがとうございます、ありがとう。そして5位 D さん、ありがとうございます。5位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして4位ポートグリルさん、ありがとうございます。4位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。そして3位まゆにょさん、ありがとうございます。3位おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして2位がんばれっとさん、ありがとうございます。2位おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そして1位あきらさん、ありがとうございます。1位おめでとう、イエーイ、1位ありがとう。ということで皆さん今日も配信来てくださってありがとうございました。そして今メール来た、え、待って、今メール来たの、え、ごめんね、めっちゃ配信前に送ったのにごめんなさい、なんでだろう、メール今来たのなんでだろう。まあ一旦終わりますねあとトーク会4時販売応募してくださった方もありがとうございました。皆さん5時もあるのかな、どうだろう、ありがとうございます。あと完売も嬉しかった、ありがとうございます。他の分も皆さんぜひ会いに来てくださいね、お話できるの楽しみにしてます。では皆さんありがとうございました。バイバーイ、おやすみ、またね、バイバーイ、ありがとうございました。